コンセプト等をちょっと、ご説明させていただきたいと思います。で、今日はね、ファンクショナルトレーニングという話をします。私のこのスタジオ、こう狭い見ての通りこうねスタジオで、機械がないでしょ。こういうかチャンガチャンのこう鉄の塊を上げるような機械がない。でこれをね、これが特徴なんですけれども、まあ私のスタジオでやっていることはもう日常生活の中でいつでもトレーニングができるという考えです。で畳1畳分とかストレッチマットが1つあれば、まあ大体できる。で後ろにあるボールとか、水の入ったボールとかね、そういうトレーニング簡単なトレーニング器具とかバルーンとかね、そういうウォーターバッグとかバトルロープとかそういうのを置いているんですけども、ほとんどまあそういう日常的にこう、身近なものを利用してのトレーニング器具になっています。で、キーワードですけれども、ファンクショナルトレーニングという言葉聞いたことありますかね。聞きになったことあるし、それを私がごめんなさい、吉川さんもファンクショナルトレーニングはもう PT の世界、理学療法士の世界では結構当たり前のようになっているんですけれども、まあ機能性とか、これ分かるな、ファンクションというのは機能的という意味なんですね。日本語でいう機能、この機能というのは、機能的というのは、身体機能を表しています。体の機能ね、身体機能を良くする、良くするトレーニングというわけです。身体機能を良くするトレーニングというわけです。だからマシーンとか使った鉄の塊はガチャンガチャン持ち上げるような、そのフィットネスクラブであるような、トレーニングとは違って、体の使い方をいかに上手に、していくかというトレーニングです。理学療法士の、パーソナルトレーナー、アスレチックトレーナーとかがアメリカで開発したトレーニング理論になるんですけれども、これはファンクショナルっていう原理があるんですね。ファンクショナルトレーニングという原理が5つぐらいありまして、5原則をちょっと、言いますね。5つの原則、5原則ね。まず1つ目が、重力。人間の体って重力を受けているんですね。普段座っている状況、これも今重力がかかっているわけです。重力がかかっているから、筋肉が働かない、骨の、模型やったらグニャグニャってなってしまう。で立った時もまっすぐこうやって横の面で見るとまっすぐ立ててるでしょ。前の面で見ても上の面で見てもそうなんですけど、こうまっすぐ立つということは重力に対してある一定の力が働いて加わってるから、重力に対して人間は、戦ってるわけなんですね。その重力刺激っていうのは非常に重要になってきます。でこれを利用するトレーニングになってますね。でその次2番目に三面動作というのがあります。三面動作。三面というのは人間の体をこう前の面で見る、見方と横の面で見る見方と、あと輪切りにして水平面、垂直方面で見る、専門的に言えば全額面で四条面、水平面ね、フロンタルプレインとサジタルプレインとホライゾンタルプレインって、これプレインがその面があるんですね。その3面の面で、人の体を評価するというのが我々その理学療法セラピストがやっている、ことなんです。だから瞬時にそういう観察をするわけなんですね、その、状態でパッと見た時にその人の姿勢を見たりとか、その姿勢がどのように崩れてるとか左右差があるかとかいうのをこの3面の面で見ています。これを利用したトレーニングプログラムを、作っているわけです。それが、我々その疾患、何か病気がある、脳卒中あるいは、股関節疾患とか整形外科で疾患がある人とか、骨折後のリハビリを通して、開発された、原理原則なんですね。で、次に、分離と共同、この字でよかったかな。分離と共同という考え